はい、こんにちは。そしたら今回はですね、トンスケベビーの成長記録第6弾ということで行ってみたいと思います。さあ、ちょうどね生後1ヶ月ですね。これ撮ってるのはですね、6月8日に撮影をしております。画面が急に切り替わったんですけれども、こちらがですね5月25日の様子になります。でここに写っている左側の庭ですね、これが今写してた1ヶ月後の庭になります。見比べていただくとだいぶ大きくなったのがね分かりますよね。じーっとこっちをですね見てますね。はい、画面が切り替わりまして、でこちらはですね後から生まれた5つ子の方になります。まあ、5はですね全部出してしまうと収集がつかなくなるんじゃないかということで、今ね3羽だけこちらカゴの中に出しております。まあ、この子たちもね大きく育っております。さあ、タイトルでね崩れ始めたとつけましたけれども、見ていただいてわかりますか。まあ、パッと見るとねこれまでと同様可愛い子ウサギなんですけれども、よくよく見ていただくとあれちょっとこの辺が変わってきたなっていうのに気づいていただけるかと思います。さあ、どのあたりが崩れ始めてるかお分かりでしょうか。はい、全然わからないっていう方もねいらっしゃるかと思いますけれども、耳です。で、よく見ていただくと、まあ、この3話でもねすごく違いがわかるかと思います。耳がね伸び始めています。でよく見ていただくと、あ、この子ちょっと耳長いなっていうのがねわかるかと思います。でここでねえって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、ウサギだから耳長くなるよねってね、普通はまあウサちゃんって耳長いと思うんですけれども、このネザーに関しては耳はですね短い方がいいんですね。はい、ですので一旦今耳の伸び始めてますけども、まあいずれね他のところお顔もね成長してほっぺたもぷっくりしてっていうところで、で耳の長さも短く落ち着いてくれるのがいいんですね。まだまだ崩れ始めたばかりなので、これからねもっと崩れていって、いわゆるブスキってやつに突入していきます。まだ本当今ですね崩れ始めって言っても可愛さ満点なんですけども、まあこれからですねどのように崩れていくかっていう風なのを今度は成長としてねぜひ見ていただきたいと思っております。まあ、非常にですね牧草を食べてぴょくぴょく跳ねて元気いっぱいですね。はい、それではですねもう1話追加しまして4話になりました。で今からですね恒例の体重測定をしていきたいと思います。ではまずこちらの子ですね行ってみましょう。はい、なんと 300g 超えております。380ぐらいですね。ちょっと動いてるんで止まりませんけども、約 380g と大きくなりましたね。でこの子耳伸びてますね、わかりやすいかと思います。さあ次の子です。この子はちょっと小ぶりですかね、250ぐらいで、カップの収まり方もね全然違いますよね。これが 140g の差ですね。はい、ちょっとねドアップで撮ってみました。さあでは次の子いきましょうか。まあ、この子も小ぶりですね、もっと小ぶりで、200
20ないぐらいですかね。まあちょっとさっきの子が顔出したりとかしてますので、はい、もう一回ですね見ていただきたいと思います。あ、これまた別の子だな。はい、この子は 270g 弱ですね。はい、なんかね一羽だけめちゃくちゃ大きい子がおりますが、ね、みんなすくすくと成長しております。はい、こちらのカゴの中にね入ってるのが一番大きい子で、ジャイアンですね。もうカゴ1羽で結構いい感じの収まり具合ですね。さあ、じゃあ体重測定の方は今度この子がちょっと2番目に大きいかな。 350g。 わ、手をカップの縁に引っ掛けてこっちを見てます。じーっと見てます。可愛いですね。ジャイアンとこの子が大きい2羽っていうことになりますね。ジャイアンが外に出たがっております。で、この子カップでねおとなしくね収まってますのでね、ちょっとこの子を撮影します。で、お鼻がヒクヒクしてますね。おっと、ジャイアン出ました。出ちゃいましたね、カゴから。滑る滑る。はい、連れ戻されました。ということで今回は生後1ヶ月の様子をお届けしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。